ベンチェリントン・ベンジャミン・ピー・チェリントンは、メジャーリーグ、ピッツバーグパイレーツのゼネラルマネージャー。ニューハンプシャー州サリバン軍、メリデン出身。アマースと大学卒業後、マサチューセッツ大学アマースところで、スポーツマネージメントの修士号を取得。クリーブランド・インディアンスの球団スカウトを務めた後、1999年、当時のボストン・レッドソックス GM であるダン・デュケットの、 誘いでレッドソックスへ移籍した。移籍後は、参加マイナーリーグの選手育成とスカウトを務め、2002年に選手育成部長、2003年から GM 補佐として、査定や契約、セイバーマトリックスなどを担当。2005年、選手人事部門長に昇格し、2009年から球団上級副社長検査部 GM を歴任。2011年10月25日、 契約を1年残して退任し、シカゴカブスの球団副社長に就任したせを、エプスタインの後任として、レッドソックスの GM に就任した。就任1年目の2012年は、畜細会の屈辱を味わったが、上原浩二、マイクナポリ、シェーン・ビクトリーノラを加えた2013年には、ワールドシリーズ制覇を果たした。レッドソックスの GM は2015年8月まで、務めた。 退任後の2015年から2016年にかけては、コロンビア大学のスポーツマネジメント学科で教弁を振るった。その後、2016年9月から2019年10月まで、トロントブルージェイズの球団副社長を務めた。2019年11月15日に、ピッツバーグパイレーツの GM に就任した。レッドソックス時代は、前任のエプスタインとは違い、 不良再建化を防ぐために契約年数は1年から3年契約に抑えていて若手の育成を妨げる場合でもトレードに出す傾向がある目先の勝利と将来に向けたチーム作りを並行させていてエプスタインが就任した当時の掲げたテーマを継承している選手の獲得に関しては好成績を残していても人格の良さを重視しているありがとうございます